州は、武則天が党に代わり混流し王朝、先進時代の州長や南北朝時代の北州などと区別するため、部州あるいは南天音とも呼ばれる。武則天は、中国の歴史上の唯一の女帝であった。最初元年9月9日、党の先帝英州党の6万人以上が国号を解消することを上奏した。武則天は国号を唐から州に改め、 国土を落葉に定め、自らの尊号に、聖人の御門と定めた。新竜元年、最小の長官司等が宮廷で聖兵を起こし、不足転を退位させた。中宗は福井市、唐長の旧姓を復活させた。同年十二月、不足転は、上用具で没死した。去年八十二、唐の喪失の挙兵を打ち破った後、武功は、女帝出現を暗示する。 予言書を全土に留付させ、また集大に存在したとされる、平等を宮城内に建造させ、権威の強化を図り、定位三奪の準備を行った。天授元年、武功は自ら定位についた。国語を、周都市、自らを、聖人の御門と称し、天授と改元した。英宗は皇太子に格下げされ、理性に変えて、武政を与えられた。この王朝を、 武州と呼ぶ。法仙寺大仏提出を、老子の末裔と称し、道先仏後だった東王朝と異なり、不則天は仏教を重んじ、朝廷での席字を、仏先道後に改めた。諸持の造営、基神を盛んに行ったほか、自らを、弥勒菩薩の生まれ変わりと称し、このことを記したとする大運行を作り、これを収める大運教寺を全国の各州に作らせた。 不足点の知性において最も重要な役割を果たしたのが、高層の時代から彼女が実力を見出し、徴用していた期待の迷信、敵人決である。不足点は敵人決を最小として用い、その的確な還元を聞き入れ、国内外において発生する難題の処理にあたり、成功を収めた。また、知性後半期には、陽高し、うなどの実力を見抜いて、 これを養殖に抜擢した。後に、この二名は、幻想の時代に、戒元の地を支える名神と称される人物である。不足点の知性の後半は、敵人結らの推挙により、通多の有能な管理を登用したこともあり、喪失の混乱とは裏腹に政権の基盤は盤弱なものとなっていった。晩年の不足天が、病床に伏せがちとなると、宮廷内では、 当復活の機運が高まった。当時、武則天の長愛を受け応募を極めた、役長役氏長小州兄弟を除くために、新流元年1月24日、最小の長官氏は中層を東宮に迎え、兵を発して、長兄弟を切り、武則天に、側天体制皇帝の尊称を立てまつることを、約束してくらいを退かせた。これにより中層は福井市、 国語をもとに戻ることになった。しかし、竹氏の剣族は、立式喪失を筆頭とする、東朝貴族と密接な隕石関係を構築しており、武則天自身も、大豪としての立場を有していたため、東朝最高に伴う粛清は、太平公主や竹三氏などには及ばず、名脈を保った。その後間もなく、竹則天は死去し、706年5月、 官僚に抗争と合奏された。東大の三角僚は、大師の大乱にはるとも劣らない、幕引きの平乱の最中県庁院の温東にすべてが盗掘される羽目にあったが、官僚の実は発掘予定の夏に激しい雷雨が、数晩続き、不成功に終わったという。ありがとうございます。